たいにあの記事のあちこちに SEO をかける必要がないのでハードルは低いと思います。でコーチングを売りたいというご相談ですね。コミュニティで売りたい、対面で売りたい、セミナーで売りたいですということですね。あとはまあオンラインセミナー、ウェビナーですね。でコーチングを売りたいということですね。この方はコーチングができる方なんですけども、僕のコンサル生さんで、海外移住を、この方はですね、アゼルバイジャンに、移住したいということで考えていらっしゃる方なんですけども、コーチングを売れるようになる、オンラインで売れるようになれば、どの場所に住んでも、コーチングを提供できるので、日本円でちゃんと稼ぐことができますよね。素晴らしいと思うんですけども、まあ、コミュニティの場合、まあ、コミュニティっていうのは、まあ、あのオンラインの場合とあのリアルの場合があるんですけども、まあ経営者の、集まりとかですね、いやリアルの場合、まあ、異業種交流会はあまりその、ただの保険の営業マンが多かったりとかするので、ちょっと避けた方がいいんですけども、まあ、対面で売る場合とかですね、オンラインセミナーで売る場合、とにかくですね、きちんとですね、